清流の宿桜別館です県立桜淵自然公園の中にあり三河の嵐山とも呼ばれ四季折々の風情が楽しめますお部屋はリーズナブルなビジネスタイプのお部屋から一等貸し切り別荘タイプの特別室までいろいろございますまたお料理はシたらの絹姫サーモン蓬莱牛など ご予算に合わせてご用意させていただきます。機会がございましたら、ぜひご利用ください。選手の皆さん、頑張ってください。